信されましたカンカンサマーデーとカップリング曲のステイゴールドでした。千葉港マリンソニック2015アイドル熱波襲来にご来場の皆さん盛り上がってますか？イエーイ、もっともっと盛り上がってますか？イエーイ、ありがとうございます。改めましてこんにちは、私たち柔道家プリンセスです。はい、私たちのことをね、知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うので自己紹介をさせてください。はい、最年少でマイペースな中学2年生のリナです。リナめちゃくちゃきつい炭酸のように弾ける爆竹系女子、高校1年生のリホです。リホ、はい、英語は苦手でも洋楽がとっても大好きな中学3年生のひなこです。お願いします。ひなこ、ありがとうございます。はい、ダンス大好き高校1年生、ダンスリーダーじゃなくてリーダーのエルモです。よろしくお願いします。エルモ、ありがとうございます。ぜひ覚えて帰ってください。お願いします。はい、ここで告知があります。7月の24日金曜日に新橋小市祭りに出演させていただきます。場所はよくテレビに映っている新橋駅前の SL 広場です。時間は20時頃です。観覧無料なのでぜひ皆さん見に来てください。はい、はい、それに私たちもっといっぱいたくさんイベントが買ったことですね。ちょっとね、詳しくはホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックを見てください。はい、そして今私たち自由が丘プリンセスの公式ツイッターでフォロワーさん1000人目指そうキャンペーンを行っています。はい、皆さんツイッターやってますか？結構いらっしゃいます。ありがとうございます。まあじゃあ今ツイッターやってるって方もやってないって方も、はい、パソコンなり携帯なりスマホなり全部出してください。はい、検索できるもの全部出してください。はい、そしてですね、はい、そこでですね、私たちの名前自由が丘プリンセスちょっと検索していただきますと私たちのツイッターが出てくると思うので、はい、そちらの方をクリックしていただいてフォローボタンを押していただきますと皆さんの未来が明るくなりますので、はい、明るい未来を見たいという方はぜひ私たちのフォローをよろしくお願いします。お願いします。はい、では最後の曲、はい、さ次の曲で最後の曲となってしまいます。ありがとうございます。汗が目に入ってた。はい、最後の曲はですね、皆さん絶対皆さん知ってる曲になっています。はい、では聴いてください。 e-girls さんのカバー曲で follow me です。
この後ですね、ウエスト千葉さん